それじゃあ今度は前回の見取り図に続いて展開図を書いていきたいと思います。展開図を覚えているかなこの見取り図のところをちょき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 とハサミで切ってあげてパカッと開いた展開した図でねえそれを組み立てるとこの立体になるとえそういう図です。それでは今回はこの底面が直角三角形になっ 三角柱の展開図を書書いいいいいててみまましょう。書いていきたいと思います。どっから書いていこうかこの側面から書くと難しいので底面から書いていきたいなと思いますえっとまずそれじゃあこの4センチ3センチここの部分が直角になっているのでこれを書いてあげましょうこっからスタートしようかな一応。4cm3cm また1マスを1センチと考えてやっていきたいなと思います。んでそしてここを直角にして3やね。でここは結んであげたら5センチになりますよ。と。これね。そしたら次今度分かりやすいのはこの側面にいこうか。4センチと高さが7センチになっているので。 えここを斜ます。一二三四五六七引っ張ってあげましょう。そして、横は合わせて結んであげたりね。おととと。ちょっとずれちゃいました。七これね。そしたら次。 今度はこっち側の側面を書いてみようか 3cm7cm ですそしてどこに書くかというとここの 3cm につける形で書かれるのでこの右側に書かないといけないね高さは同じ 7cm ですそしたら次今度はこっち側を書いてみようかつまり見取り図で言うと奥側 五セセンンチ、チ七の長方形です。なのでここから五マス一、二、三、四、五取ってあげましょうそして七高さ五、これねそしたら最後底面は二つあるのでこっち側にこれと合同な直角三角形描いてあげます結構ギリギリやね高さが三センチ。 あとは結んであげたら完成です。出来上がりました。そしたら今長さを測ったところマスを数えて測ったところについては長さを書いておきましょう。えっとまず最初に書いたのがこの 4cm やったね。そしてここの長さとここの長さ 3cm3 マスを数えたんやけど書いておくのはどっちらかだけでいいです。 こっちも 3cm って分かるもんねこことここがくっつくから同じように考えるとここも 5cm こっちだけ書いておけばいいですここもここも 5cm になるんやけどねそして最後ここの高さの部分 7cm を書いといてあげれば OK これで三角柱の展開図の完成です見取り図から展開図逆に 展開図からどんな立体になるんかなって見取り図を想像できるようにしておいてください。